皆さんこんにちは。こんにちは。この番組はキャリア、資産形成、精神性の3つの柱を整えるためのヒントをお届けする番組です。今日はまたご質問が寄せられました。初対面の人と会話が続きません、どうしたらいいですかっていうご質問になります。そう、初対面の人だとなかなかね、すごくそれが得意な方もいると思うんですけれども、結構苦手でなんかこう会話が途切れちゃう、どんな話題振ろうどんな話題振ろうって思ってると余計なんかこうギクシャクしちゃうっていうね。ありますね。そういうことありますよね。これね、私最近気づいて、私も結構初対面の人と会話苦手なんですよね。苦手やった。で、プライベートはちょっと苦手やけれども、仕事の時はできてたんですよ。で、今の仕事も含めて。じゃあ、それでなぜかなっていうのを考えてみたんですよ。じゃあ、初対面の苦手、プライベートの時って、新しくなんか話題を考えて、なんかこの人になんかどういうな興味あるのかなみたいな提供をしてて。仕事においては、まあ共通の話題とか、なんかその人が喋ってることから拾って、で、それを深掘りするっていう話をやってたから、全然なんか、話し方違うかったんですよ。なるほど。伝わりましたかね、ポイントが。伝わりました。そうですよね。だからやっぱりその自分が話題を作らなきゃじゃなくって、相手が喋ったことの中に、なんか拾って、それを深めていくっていうことをしていくと、初対面の方でも話が続くっていうことですよね。そう。それね、そこ変えるだけでなんかすごい気持ちが楽になるんじゃないかなって。そう、なんか新たに自分で話題を作る必要なくって、話題を提供する必要なくって、その人が喋っている何か一個でもいいんで、まあ初対面の人だったらなんか自己紹介やると思うんですけど、その自己紹介から一個なんか取ってくる。でも全然いいんですよ。で、それを深掘りしていく。広げるんじゃなくって、深めるの方が話し続けられるかなと思うんですよね。そうですね。はい。なので、初対面の方とこう会話を続けるポイントとしては、まず、相手に興味を持つっていうのと、あともう一つは、相手が言ってることの話題を深めていくっていうことですね。この二つがポイントになるかと思います。そして笑顔も忘れずに。はい、そうですね。はい、第一印象大事です。でね、その、さしすせそっていうね、パワーワードもあるんで。はい。ね、それも動画、概要欄に貼っておくんで、ぜひそちらも参考にしていただければと思います。はい。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。